腰幅ぐらいですか。腰幅ぐらいですか。しゃがむときに膝がこう内側に入らないように外側に、そうですね、その時外側に向けてもらうと、はい、まず胸を張ってもらいます。で、感じとしてはこう胸の付け根を、手で挟むような感じで、はい、ギュッとその手を押し込むようにして、はい、その手をギュッと挟む感じですね。そうで、お尻がついたら立ち上がります。で、重心をかかとの方に持っていってそうですね。で、しゃがんでいきます。ちょっと後ろで、お尻を突き出しましょうか。そう本気ですね。で、しゃがんでいきます。で、立つ時にはお尻を持ち上げる感じですね。膝で曲げの座ったり立ったりしないと、お尻で胸張ったまんま、お尻を後ろに突き出して、そうですね、そう椅子に触ったら、お尻を持ち上げていきます。そう太もも効きますか。効いてます。で、ここがさっき山崎さんの力が入りづらかった筋肉があったじゃないですか。そこの筋肉なので、そこも鍛えてあげると、はい、はい、以上、パーソナルトレーナーの小泉でした。こちらまで。ご連絡はこちらまで。